毎度、田中でございます。皆さん、ご機嫌、うるわしゅうございますか今回は漫画の方を紹介させてもらおうと思います。紹介する作品はこちらババンとチェンソーマン六 <noise>、はいこちらの作品ね、紹介していきたく思います。まあ、毎度おなじみ、藤本達希、まあ僕大好きでね、今回も読んだわけですよ。皆さんも読まれましたかうーん。 で、ちょっとね、6巻ぐらいまで読んでくると、ずっとふつふつと思ってた疑問が、かなり明確になってきた気がするんですよ。なぜなんだろうって僕の中で思ってたもの、で、6巻で余計になんか強くそれを思ってね、僕なりの一つの考え方というのをね、ちょっと出したので、今からそれを話していこうと思います。それを話すにあたってネタバレ100%含みます。田中の偏見妄想含んだ。 話になってきます。それでは偏見妄想ネタバレ NG ですという方はこっから先見ないようにお気をつけくださいませ。はい。それではこちらチェーンソーマン6巻語っていこうと思います。まず、この6巻読まれた方、どうでしたかこのチェーンソーマン6巻は面白かったですかどう感じました僕自身はこの6巻読んだ時に思ったのは面白くないぞと驚いたんですよ。なぜ面白くないのか。 考えたんですよ。こんなに面白くなくなるっておかしいと。もともと4巻ぐらいまではそこそこ楽しんでたのに、5巻6巻でなんか一気に面白くなくなっていく加速度が違うと。うん。これ何なんかなと思ったら、この藤本達樹司会の作品の作り方に問題があるのかなって僕は思ったんですよ。これ僕、ファイヤーパンチの時もね、どっかで言ったと思うんですが、 チェンソーマンもそうなんですけど、めちゃくちゃね、ゲームっぽいんですよ。漫画が。漫画がすごいゲームっぽい。主人公はデンジっていうキャラクターなんですけど、このデンジというキャラクターのバックボーンはね、ほとんどないんですよ。あるけどない。うん。説明されてるけど、そういう人生背負ったんですねっていうことだけ分かって、あとは目的もないし、 ただ何かのどっかに属してて、そこで毎日なんとなく生きてまんねんっていうね。こういうキャラクターなわけですよ。つまり強い意志を持たずに、そこに居続けてる。で、どっかで意志を持たせて、そのジャンプのキャラクターであるっていうのを見せるんでしょうけども、今のうそういうところはないんですよ。それなぜかって言ったらゲームのプレイキャラクターだからっていうことです。つまりマリオやロックマン、こういうキャラクターに属するソニックとか。 であれば、僕、このチェーンソーマン6巻とかも、すごくよくわかると。5巻の時にお話しましたけれども、えー、恋愛シミュレーションやアドベンチャーゲームのような話作りやったという話しました。で、6巻読んだ時には、もうその感じはなくて、どっちか言ったら、もう、アクションです。もうほとんどアクションゲームのような印象を受けました。6巻のあらすじをざっと説明すると、前回に引き続き、レテとデンジの、まあちょっとした恋愛模様を描くわけですよ。 だけども、すぐに、レゼが手のひら返して、デンジを倒しにかかると。その時に、真の姿、また、あ、爆弾の悪魔かなんかなんですけど、爆弾姿になるんですよ。で、その爆弾の姿がね、横顔で、なんかどっかのゲームで見たようなシルエットしてるんですね。まあ、顔立ちだけ見れば、まあ、エイリアンっていうあの映画のね、横顔、あのキャラクターのというか、モンスターの横顔っぽいんですが、顔真正面から見たらね、 スーパーマリオワールドとかでお馴染みのあのミサイルのキラーってキャラクターなんですけどあれあのキラーに用意してるんですよあやっぱりやみたいなちょっと僕の中で思えてくるんですよ最初読んだ時思わんかったけどもかんそう考えてみるとわかるとちょっと負けたりしてでサメの魔人が助けてくれて気がつくとサメと魔人と合体して戦ってる声ヨッシー乗ったマリオ状態ですよほんまにいやもうそういうことやんと で、サメの魔人がデンジに乗っ、買ってもらってる時のデザインがね、伊藤淳二の魚っていう作品出てくるあの感じなんですよ。あのサメっぽいんですよ。いやもう、ホラーすっきゃねっていうのはとてもわかります。だからホラー、ホラーのアクションゲーム感が楽しい、楽しむための作品やなって僕は感じますけども、皆さんはどうでもやってることは三国無双とか、無双系に近いんですよ。ワンピース無双とか。 あ,あるいはチュートリアルが結構しっかりと描かれるという点では、えっと、メタルギアソリッドとかこういう形になるんですけども、まあ、ドラマティックフィニッシュとかあるドラゴンボールファイターズとかここら辺にも通ずるものがあるかなと思います。うん、だチュートリアルしっかりと描いてて本編のバトルというかバトルのところはもうお任せとみんながゲームしてたしするような感じにしてるんじゃないかなって僕思ったんですよ。 そうする、そう考えると、この中身すっからかんな感じがよくわかるんですよ。めっちゃおもろいゲームってね、中身ないんですよ。 そのゲームの利便性というかアクション要素とかそのその街とかくる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 回ってるだけでもなんかいろんな発見とかでおもろいなあと思ってずっとできんでーって思ったりもすることがあるというのは今でこそゲームしないからその感情はなかなか湧いてこないですけども僕がゲームを楽し、楽しんでた時はそういう気持ちを抱いてたんですよでそういうのを見せてるんじゃないかと。電磁にそういった特殊な力はあるけどもバックボム一応あるけどもあるってだけで 見せてないっていうね。うん。だからほんまアクションゲームのキャラクターのように描いていってると。で、それがかなり如実に見えてると。ファイヤーパンチだけもほんま僕そんな気分はしてたんですよ。で、そんな話もちょっとしたりしたんですけど、これ、編集がそういう風にしましょうって言っているのか、藤本達希さんがもともとゲームも好きやらこういう風な話作りになってるのかわからないんですけども、多分めちゃくちゃチャート決めてると思うんですよ。その、要はルートを こう進んだらこうしていこうみたいなね、枝分かれなことをいろいろやってるからかなりめんどくさいことを藤本拓樹さんはやられてて、でもそうすることによってできるだけ読者を裏切りながら面白い方向に持っていけたりとかするように作ってんじゃないかなと思います。まあ、思いつきでやってる可能性もすごくありそうなんですけども、藤本拓樹さんの昔ファイヤーパンチのインタビューの時に、えー、その、ちゃんと寝てるというか自分の感情この中に そのまま注ぎ込んだりはしないっていうことをおっしゃってたので、だからこういうゲーム的なキャラクターにしてるのかなというふうな僕印象を持つんですよ。ああと。そら、その主人公はどういうふうな考えを持ってこっから戦っていくんかなっていうことを興味持って読もうとすればするほど、すかし喰らうわなと思うんですね。うん。いや、ほんま、ロッカーはね、何もしてないっす。あの、話は終わったけど、何もしてない。僕が読む限り。 すごないですか何もしてないって、なかなかないですよ。まあ、当然ね、全くそういうのがないわけじゃないですよ。例えば野球漫画やったら1球投げるのに、サッカーやったら1発蹴るのに1話分とか2話分とか1巻本とかなんかあるかもしれないですよ。けど、このチェーンソーマーのこのテンポで、話始まって終わってってなってんのに、その中身たるや全然何もないっていう、ね。そら、 ちっちゃいとこ見ていきゃそうなんですよ。天使が出てきてとか、秋先輩ととかなんかあるんですよ。一応あるんですけど、最後の終わり方良かったですねっていう人もいるでしょうけども、いや僕からしたらもう普通にゲームやと。ゲームのチュートリアルポンポンと見せられてるだけで何がおもろいねんって思って。<laughs> ボロカスかす言うてもらった。<laughs> ちょっと待って。あの、とりあえず、もうその、そういうのが見えたから、すごく嫌だという話なんですね。すごく、 大変な中ね、やりくりされてるだろうと思いますし、できるだけうまく手抜きしながらおもろい漫画描こうっていう気持ちもしっかりとあると思うんですよ。週刊連載にあって、そして自分のらしさも見せつつ、えー、簡単に描けるものというね、そういういろんな工夫、試行錯誤というものをしていく中で、こういう感じになっていってるのは構わないですし、それは、それで面白いと思うんですよ。ゲーム好きだったりしたら、やっぱたまんないと思うんですね。 それがゲームっぽい漫画っていうことに多分気づくことあんまないと思うので、えー、余計に楽しめると思うんですよ。でも僕はそういう風に見えてしまったんですよ。ゲームっぽい漫画のように。そうなってくるともう難しいんですよ。ゲームっぽい、ゲームの漫画ってありますよ。いろんな漫画ね。ゲーム原作で漫画化してくださいってありますけどもそうじゃなくそういうの使ってるからだからキャラクター紹介はしっかりしてねえなと思いました。 その、少年漫画やから敵キャラクターとかをしっかり見せなければいけないはずやけども、雑魚とかもめちゃくちゃしっかり見せるんですよ。これなんでかなと思ったら、普通にボス戦やってるんですね。このロッカーは一応ボクス戦やってるわけですよ。その、爆弾の悪魔と、その台風の悪魔と一緒たた、なんか戦うけども、何やってんのかよくわかんないでしょ、あれ。 あれ、だから単国無双とかね、メタルギアソリッドとか、あの感じがあると思うんですよ。ワンピース無双的な、ぐーわーっと混ぜてね。<laughs> あそこら辺の、レディファイって言って、こう、一気に、いけーって、血がたぎってきたぜみたいな必殺技を <laughs> 出してるんやろうなと。<laughs> 思うとな、なるほどね、って。なるほど、なるほどと。作り方が独特な理由もわかるし、それは、ファイアパンチの時にも、思う たりしてたことが週刊連載やって、如実にどん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 なってきているというところで、まあまあ。ね、これが今後どういう風にえー、他の僕はそう見えてるだけで、他の人はどう感じるのかっていうところですよね。他の人もこれが面白いってずっと思って読んでいくんだったら、このやり方きっと正しいし、こっからどん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 続けていってほしいと思います。で、僕も一応藤本たつきこういうこと言ってますけど、好きですから7巻も買いますよ。7。 では、ちょっと、もうちょっとね、デンジの内側を見せてほしいなと思ってます。うーん。このままやったらデンジの内側が全然見えなくて、僕は、寂しいです。やっぱり、漫画家さんのね、中を見たいんですよ。そのアイディアとか、その話を作り方、ええ見せ方とか、キャラクターの突飛のなさとかね、そういうのもいいんですけども、それって、 一過性なんですよ。一過性。その、一発一発は、まあ、はえ、おおとか思うけど、長続きする面白さじゃないと。まあ、それが、だから週刊連載でやってるというところですけど、うーん、僕は、うーんって思ってしまいます。僕のこの身はそうっていうだけで、そう書くことが正しいとは思わないですよ。僕の、こうしおしっていうやり方が正しいなんて全く思わないですけど、 どうしてもやっぱり読者ですからエゴは出ますよね。こっちの方が面白いんじゃないのか、こっちの方がいいのになとか、勝手に思っちゃうんですけど。はい、こんなこと思ったというところです。 ということでね、6巻、中身はなかったというのはもう僕の率直な感想なので、まあ、ここら辺ね、えー、何言うてんねんって思う方おられると思うんですけども、まあ、そこら辺はもうコメントでください。もう僕はこう思ったというところです。でも、7巻も楽しんで読めたらなと思っている次第でございました。はい、ということで、本日は藤本月のチェーンソーマン6巻、ご紹介させてもらいました。あくまでも田中の妄想も含んだ感想であると。そして勝手なことを言ってるということはご理解願います。またね